そんなこと最先端の美食業界では常識。食材を確保できても料理を出せなければ意味はないわ。制限時間の日没までもう30分を切っているのよ。今からまともな品ができるわけが。解凍具合はどうだ。物自体は小ぶりだ。いけるな。半解凍の方が楽だ。雪平くんとチームを組むことになるなんてね。黒木場、消息で頼めるか。誰に向かって言ってやがれ。俺に命令すんじゃねえ。そりゃ悪かったね。おにゃや。一瞬たりとも滞らない。本当にこいつら即席チームかよ。なんて分厚い油の層と身の締まり。時知らず特有の優美で上質な油だわ。よし、完成だ。時知らずの幽庵焼き。さあ、お上がりになって。こんなもの。なんだよ。何を。こんなもの。カツ、そして上質すぎる甘い油には舌がしびれてくるようなインパクトが。ホクホクと身に絡んだタレのまろやかさに柚子の風味がキュッと香る。最高に油の乗った時知らずのパワーをひたすらストレートに炸裂させている。ちょっと俺らのこと侮りすぎたんじゃないですかね、試験官さん。少なくとも俺はこんなことじゃへこたれないっすよ。だってこんなの日常の一部っすもん。どんな状況でもいいものをつかむため仕入れと格闘する。そんできっちり皿を出すのが定食屋の仕事だ。この美味しさには抗えない。一次試験合格よ。おそらく。もうリーダーみたいな顔しないで。切り抜けた、よかった。他の部屋はどうなったの。それが誰一人不合格にできなかったそうです。どの生徒も自力で食材を確保してみせたと。